トリエルイコールシュルセーヌは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ圏のコミューン。トリエルは、セーヌ川に面した町である。主として、川の右岸に位置し、県北部のオーティル山地に広がる。バルドワーズ県と向かい合っており、サンジェルマン・アンレの北西1 2トルに位置する。自治体の面積は川に浮かぶエルニエール島、プラテ島の北半分を占めている。コミューンは、 農村空間がその面積の約69%を占め、市外区は334.7ヘクタールと全体の24.3%である。農村空間を占めているのは森林で412.6ヘクタールで、コミューン面積全体の約30%を占め、コミューンの北に集中している。農業用地は166ヘクタール、全体の12%で、 町の南東に集まる。農作物は穀物となとねである。農村空間の残りは水辺と分割される。町の主要道路は県道190号線である。町中心部で交差し、セーヌ川右岸からルペックとリメイに接続する。町の北東部を県道22号線が通過し、ペトー・ポントワーズとカリエルシュルセーヌを結ぶ。セーヌ川には2本の橋がかかる。 古い方はベルヌイエとの間にかかるトリール吊り橋である。町南部にはエルニエール島を横断する橋が2003年9月に竣工した。この橋はセーヌーガンとサガン島を結ぶ環状道路の一部となっている。パリのサンラザール駅発、マント駅経由のコンフランサントノリーヌイキ路線がコミューンを通過する。トランジリアン J 線のトリエルイコールシュルセーヌ駅がある。 送電系統管理部の2本の高圧電線が町の南部から東西方向に交差している。セール川に浮かぶ3つの島々を意味するラテン語名トライロムが古い名である。ローマ人の街道は川を渡ったところにあった。1221年の検証においてフィリップ2世がトリエルにビル・アフランチの地位を授けた。18世紀後半。 フランス民法店の編集者である政治家とレアール、モラリストのセバスティアン・ロック・ド・シャンフォール、彫刻家のウードンらが邸宅を構えた。オクターブ・ミルボーやポール・ホール・モトリエルで暮らした。19世紀末まではワインの村で画名種のブドウからピッコロというワインをわずかに生産していた。フィロキセラがワイン生産に致命傷を与えた。ワイン生産の歴史は、 コミュンモンーン紋章の中のブドウの鶴として描かれている。参照元、1962年まで、イヘス、1968年以降 INSEE。ありがとうございます。